アゼルバイジャン空軍機アゼルバイジャン空軍はアゼルバイジャンの空軍組織である。アゼルバイジャン共和国軍の下部組織となっている。2008年の時点で約8000名の人員と部隊を保有する。また、約130機の航空機、約120機のヘリコプター、20機の無人偵察機を装備する。使用する基地は16カ所で、これに加えて50の空港を臨時で使用できる。 体制にある。隣国アルメニアとの紛争では、対地攻撃任務や、輸送任務、空戦任務に従事した経験がある。現地駐在のソ連空軍の組織、機材を引き継いだため、組織はソ連軍に準じており、保有機も旧ソ連製のものが多い。アゼルバイジャイ空軍は、航空隊の外に、地対空ミサイルや防空システムを装備する、防空部隊も管轄している。 アゼルバイジャイ空軍の航空隊はいくつかの連隊と飛行隊からなる。防空部隊は一家の部隊からなる。2005年、アメリカのカスピ海の警備プログラムの枠内において、アスタルとフィジン地区に電波電子センターが設置された。両センターは、レーダーとシグイントを組み合わせて、ロシアとイランを警戒し、ミサイル発射の探知、無線防御に従事している。レーダーは、 探知距離200から 300km を有するイズ、車載の TRML3D を装備している。また、2015年までに、統一電波電子センターネットワーク、カフカースネットを創設することが計画されている。2010年時点での保有機は以下の通りとされる。2007年には保有機材のグレードアップを計画しており、2002年時点の計画では以下のようになっている。 このほか、ウクライナよりアップグレードされたミック -29,9 から 13UB を輸入している。これと引き換えに、アゼルバイジャンは2機の BE-12 をウクライナへ引き渡している。ありがとうございます。